こっていつからあるんですか？60年ぐらいかね。60年。ミントコート35円。今日はこちらですね、恵比寿商店街にやってまいりました。美観地区からまあちょっとそれて入り口があるんですけども、この中の商店街にですね、美味しいお肉屋さんがあるということで行ってみたいと思います。今日はこちらの肉のいろはというところにやってきました。なんかね、あの本精肉店的な感じかな、ちょっと気になるんですけど、あの一番気になるのがこのコロッケ35円で気になるんですじゃあちょっと入ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。すごい。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃない？やば。しかもささみフライ見てやこれ。ミートコート35円。スーパーでも安くて80円ぐらい安いからな。35円。すごくね？安っ。コロッケだけじゃなかった、安いね。やばくない肉。いいな、ここ近い人めっちゃ肉買いに来れるじゃん。わあ。近くにあったらいいな。え、本当ね、近くにあったらいいなってなりますよね。めちゃめちゃ安いんだけど。ここでさ、肉買ってさ、家でさ、焼肉できるよ。買って帰るのかなぐらいのレベルで、というような感じの精肉店の肉のいろはさんなんですけども、揚げ物系の惣菜が販売されているということで、一番人気がミートコロッケということで、なんと1個35円ということで、これも企業努力でここまでできているということなんですけども、その他に木曜日金曜日限定でミンチカツを販売しているということで、ぜひ皆さんタイミングで行ってみてください。コロッケ、はい、ください。こうやってテイクアウトっていうか、ここで食べたり、この辺で食べたりもできるんですか？あ、そう、絶対そうやな。190円。この紙やお箸を使ってくださいね、はい。いつからあるんですか？60年ぐらい前。はい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 。その時からずっと変わらずコロッケは35円なんですか？いや、変わってはいるけれど、はい、そんなにどんどん値上がりしてる。はい、ない方がいい。まあ、いっか。やってきました、コロッケ35円ですよ。高くないですか？じゃーん。ちょっと割ってみたいと思います、中。じゃがいもがホクホクだし、揚げたて外はカリカリで、味付けも美味しいし、なんか優しい味がする。最高。あれよ、何？あの
ちょっと言い方は悪いけど、なんかさ、あの衣が1位じゃないわけよ、重くないわけ、薄いんよ、外の皮が。わかる？じゃ芋だけって感じなんよ。でね、外はでもカリカリの食感なんだけど、あんまり衣がすごい分厚くついてなくて油っぽくない。それがめっちゃいい。何個でも食べれそう、むしろ。長崎でございます。やばくね、これ60円。めっちゃいいよこれ。うん、肉が、身がしっかりしとって、めっちゃ身なんだけど。手羽先ってさ、身ないやつとかもうスカスカやん。めっちゃ身がある。はい、めちゃめちゃ美味しいコロッケでした。もうなんか昔ながらのっていう感じで、本当無駄な衣もなくて、無駄な油もなくて、新鮮なね、取れた揚げたてっていう感じで、すごい美味しかったです。あ、まだめっちゃ食べたいわ。なんかコロッケの山を食べたい感じここだったらいけそうな感じがする。甘くていい味でした。ごちそうさまでした。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも